北北東あずま山から見た、田代湖、風ざダムは、群馬県あず郡妻ま村大和田,田代に、建設されたダム。高さ18.2メートルのアースダムで、東京電力、リニューアブルパワーの発電用ダムである。同社の水力発電所、風ざ発電所に送水し、最大5200キロワットの電力を発生する。ダム湖の名は、田代湖という。 土木学会の日本の近代土木遺産に沿する重要な土木構造物2800線の一つ。利根川水系においては戦前より東京電灯をはじめとする多くの電力会社によって絹川を皮切りに電源開発が進められていった。群馬県内ではあず川流域が比較的早期より開発されており、風ざ発電所はそのあず川の最上流部に位置している。 東川、大横川、大沢川より取水した水を一時的に貯水し、下流の風沢発電所に送るための調整地として、取水口と発電所の中間部、田代地点に建設されたのが、風沢ダムである。そこは、東川左岸の段丘の上にある窪地で、かつて、東ズや山が噴火した際、ここまで溶岩流が達したと言われている。風沢ダム建設工事は1925年より、 着手し、1926年に完成した。ダム堤体内部に、コンクリートでできた水を遮る壁がある。ダム庫を取り囲む形をとっているため、包み町長も981.8メートルと、非常に長く、一見すると土手に見える部分もダムの一部である。こうした、得意性から土木学会により、日本の近代土木遺産に演する重要な土木、 構造物2800線に選ばれている。風ざダム並びに、風ざ発電所は1939年に、電力統制法による、電力国家統制策で誕生した、日本発送電に接収され、戦後の1951年、電力事業再編例によって、日本発送電が分割され、東京電力に移管された。2020年4月、東京電力、 リニューアブルパワーに移管され、現在に至る。カザダムへは、渋川市から国道144号を、妻ま方面へ直進し、新田白橋交差点を右折すると到着する。ダム湖である、田代湖は、地図などで見ると、カザダムの表記がないことが多いために、天然湖に見られやすい。田代湖は、発電による水位の変動が激しく、危険を伴うことから、一般の立ち入りは、 制限されている。なお、新潟県にも同名の湖があり、こちらは電源開発が管理する奥清津発電所の上池、カッサダムコノノである。湖ではワカサギが多く生息しており、群馬県東漁業共同組合では、タシロコのワカサギを利用した採卵事業を行っている。これは管理者である東京電力の許可を得て行っているもので、 毎年定時網でワカサギを収穫し、採卵を行う。ワカサギの採卵事業は、諏訪湖や網走での事業が有名だが、タシロコも有名である。この産地点で採取されたワカサギの卵は、全国各地のワカサギ釣りのスポットや漁業、共同組合に流通され、養殖されている。冬の風物詩であるワカサギ釣りを陰で支える存在でもある。この他タシロコでは、 ダム完成直後の1935年に主権的にブラックバスが放流された湖でもある。周辺は観光名所が密集しており、草津温泉、万座温泉、風和温泉、新風和温泉などの温泉群や浅間山、鬼吉田市し支援、あずま渓谷といった名称があり、風和スノーエリアといったスキー場も近い。田代湖より西の鳥峠を越えるとリゾート地として、 有名な長野県、菅平高原である。ありがとうございます。